はい、こちらですね、見ていただけるとわかると思うんですけども、まあ、こういう切り方をされてるとね、こういう感じで、まあ当然ここ枯れてるんですけども、はい。まあこういう切り方をするとあんまり良くないですよと。まあ他にもですね、まあ例えばこういう風に見ていただけるとわかると思うんですけど、こういう感じですね。はい。まあこれなんかもね、例えば本当であれば、ここですね。はい。ここで切ってやるのが一番いいわけなんですけれども、まあこういうところで切ってるんで、まあここからここまでっていうのが当然枯れてくるわけですね。はい。だから、さっき出たここなんかでもそうですけど、もうここからここまでって当然、まあ当たり前のように枯れてくるんですけども、それだけじゃなくて、この枯れというのは、もう、もうここからここまでが枯れてるわけじゃなくてね、まあそれももちろんあるんですけども、まあ枯れというのはもうずーっとこういう感じで入ってきちゃいますんで、はい。まあ他にもですね、同じこの木なんですけども、例えばこういうとこですね、ここもそうですし、まあ見るとね、まあこういう感じでね、はい、ここなんかもそうですけど、こういう感じで、本当であればさっきも何度も言うようにここで切ってやることなんですよね。ここで切ってやるといいんですけど、まあこういう切り方をされると。まあところどころね、こういう感じで。はい、ここもそうです。で、まあここなんかもそうですね。はい。これまあここのお家の方がこれ切られてるわけなんですけども、まあ当然ね、こういう切り方をすると、まあ良くないですよと。はい。ここなんかもね、もうみんなこういうのはもう当然枯れてます。はい。まあ、ここもそうですね。はい。ここもそうですけど、こんだけ分が、もう要するに、ここで切るんじゃなくて、本来なら、ここで切るべきだと。はい。まあね、今言ったように、まあ、例えば、こういう切り方をしてるからっていうわけじゃない。まあ、それだけの理由ではないと思うんですけども、まあ、この枝ですね。この枝は、今見ていくとですね、まあ、こういう感じで来てるんですけど、はい。ここの、まあ、ここから分支しているこの枝ですね。はい。この枝は生きてるんです。この枝も生きてますけど、ここから上、まあ、これも生きてるかな。ここも芽が出てますね。ここから上はもう全部枯れてますね。はい。この辺なんかでもそうですけども、これ全部枯れてますね。おそらく、まあ、例えばここなんかでもね、今年の春には咲いてた、今年の春というか今年の、まあ、新春の頃ですね。その頃には花をつけたとこだと思うんですよ。はい。ただこれも先端もそうですけども、全部これ枯れてますね、これ。はい。はい。ここが、まあ要するに、隣と、お隣さんとのここ、境界線なんですけどね、ここがね。はい。ちょっと見ていただきたいんですけどね。おそらく、ここのね、境界線のとこから、まあ、はみ出てるからってことで、まあ、こういう感じでね、切ってるわけです。はい。同じく、まあ、ここもそうですね。ここもおそらく、ビヨーンとこう飛び、境界線から出てしまってるからってことで、多分おそらくここで切られてるんですよね。はい。だからまあ、ここなんかもそうですけどね、ちょっと今、ハサミが違うので切れないですけど、まあ、こういうね、こういう、まあ、できればこれ、まあ、こちら、内目なんで、こっちの外目のここですね。はい。ここで切ってやるのが一番いいですね。ここで。はい。ちょっとこれ、今、ハサミはね、ましてや、ちょっと片手でやってるのにちょっと切れないですけど、ここで切ってやるのが一番いいです。はい。これなんかもね、ここで、まあ、ここに外目がありますので、ここですね。ここで切ってやるのが一番いいですね。ここだとどうしても、こんだけ分は枯れちゃうんで、だから、ここで切ってやるっていうのが一番正解だと思いますね。はい。ここもそうですね。まあ、見てもらうとわかるんですけど、まあ、本当であればね、やっぱり、ね、ここで切るべきなんですよね。ここで切るべきなんだけども、まあ、これだけ残して、こう、切ってしまってると。はい。だから、まあ、ここはね、ここでやっぱりこういう感じで切ってやるべきですね。はい。で、同じく、まあ、こういう感じでね、徒長枝があったと思うんですけども、徒長枝をね、おそらくお家の方がこれも切られてると思うんですけども、まあ、見てもらうとね、わかると思うんですけど、もう、切ってるところがあまりにもこう中途半端のところで切ってるんですよね。はい。
同じくここもそうですね。こういう感じで切られてると。はい。だからまあ、これずっと見ていくとね、まあ、例えばここなんかもそうですね。ここもそうですけど、はい。これもこういう感じでやると、必ずここまだ今年おそらく切られてると思うんですけど、必ずここもこのまま放置しておくと枯れてしまうとこですね。はい。まあこれなんかもね、本当であれば、例えばこういうとこですね。こういうとこで切ってやる。まあこれ自体がいらないんであれば、ここで切ってやると。ここの部分で切ってやると。まあここもそうですね。ここも、こういう感じで中途半端なところでこう切ってあります。これも必ずここは枯れてきます。はい。まあこれちょっとまあここ枯れてるんで、ついでにちょっとこれこの辺も切っていっちゃうんですけども、はい。だから必ず切るときは、こういう根元ですね。はい。こういうところで切ってください。そうしないと、中途半端に、まあごめんなさいね。中途半端にこういうふうに起こしてしまうと、必ず枯れが来るんですよ。で、問題はですね、例えば、まあ、ここなんかでもそうですけど、これだけ分が枯れるだけじゃないんですよね。で、必ず、こういう感じで中に枯れが進行してきちゃうんで、はい。で、そこに、まあ、虫が入ったりしてね、枯れ、枝を切るだけで、これで枯れるっていうのは、ほとんどないんですよ。ただ、それによって、まあ、虫だとかね、はい、そういうのが入って、結局、そこから枯れていくと。はい。で、下手したら、まあ、そんな一年のうちにってことはないんですけど、その枯れが進行していくと、結局その虫にやられて、この木自体が、はい。もうこの木自体が枯れてってしまうということにもなりかねないんで。だから、切るときは必ずこういうところから切ってください。はい。はい。こちらね。まあ、今回、伐採を依頼されてる、クスノキなんですね、これ。で、これちょっと見ていただきたいんですけども、ここでこう切ってありますね。で、これもこっち側もここで切ってあるわけです。まあ、こういう感じで。だからこれね、もともとの、ちょっと見にくいですけどね。もともとはこっから、まあ地面からね、一本でこう来てるわけです。一本の、まあ木で来てるんですけど、で、まあここで分枝してるんですね。ここで分枝してるわけなんですけども。もうこっち側は、こっち側の方ですね。はい。もうすべて枯れてます。はい。で、この枯れというのは、まあ、ここですね。はい。これとこれ。からもっと言うなら、例えばこういうとこですね。まあ、ここはね、今回ちょっと私が切ったんですけど、今ね。こういう風な切り方をしてるところ。まあ、こういうところから結局始まって、ここまでがもう枯れてきてしまってるんですね。で、残ってるのはここだけなんですよ。これだけが残ってる。で、この、要するにこっち側が枯れてると言っても、これでね、これは生きてるんですよ。はい。で、こっち側をこうやってぐるっと回っても、こういう感じですね。はい。これも同じ木なんですけど、これもここで切って、まあ結局こういうことが原因でこう枯れてきてるわけなんですね。はい。これこうやってやってやると、もうこのまま、こういう感じなんですね。はい。ちょっと逆光で見にくいですけど、もうこういう感じなんですよ。もう見るとね、アリだらけです。はい。で、ここね、ここが切ってあるわけです。ここ切ってありますね。はい。ここは切ってあるんで、この切ったとこ、まあこれもちろんここ枯れてるんですけど、はい。これが要するにこういう風に来て、もうここまでこういう感じでもう枯れが来ちゃってるんですね。はい。木自体は、この木自体は生きてるんですけど、はい。ただ、まあここは完璧に枯れてきてますね。で、これは来年になったらもっとこれ腐食して中に入っていくんですよ、この枯れが。はい。だからまあ、例えばこれなんかでもそうですけどね。まあ元々が、まあ、この木がいるとかいらないってことはそういうことじゃなくってね。例えばこの木をここで切るんじゃなくって、ここなんですよね、切るとこって。はい。逆に言うなら、例えばこっち側のやつでもそうですけど、これを例えばもしここを切るんであれば、ここで切ってればいいわけなんですよ。
ここでこれだけ残してるがゆえにこう枯れてくるんですよ。はい。はい、ですね、これですね。はい、これです。この木ですけど、はい、これは黒金持ちですね。はい、これ結構こう背が高くなってるわけなんですよ。で、この木が、まあ、例えばね、背が高くなってしまったら、ちょっとこれもいらないなぁと。はい。これを例えば背を低くしたいなぁと思って、大体一般的に言うと、まあ、例えば背を低くしたいなぁってことで、こういう何もないところでね、さっきから言ってますけど、こういう何もないようなところでチョキンと切ってしまう。で、そういう切り方をすると、さっきも言ったように枯れてきてしまったりとか、まあ枯れなくてもね、そこからまた強い枝が、こういうような徒長枝っていうやつですね。はい。切ったがゆえにこういう強いのが出てしまったりとか結構あります。だから、切る場所っていうのがね、どこでもいいよじゃなくって、切る場所っていうのがやっぱりあるわけなんですよ。だからまあ、例えばこの木で言うなら、これで言うならね、背が高いから、まあ、ちょっと背が高くなってしまったなーってことでね。だから切りたいなーってことであれば、じゃあ、ここにね、今こっちに行ってる枝があるわけです。はい。だから、この枝だけを残して、この辺りで切ると。この辺りで切ると。で、それも、ここで切ったらダメなんですよ。ここで切るんではなくて、こういう感じですね。はい。こういう感じで切ってやると。はい。そうしてやれば、何の問題もないんですよ。はい。ここでこういう感じで切ってやる。はい。そういう風にするといいと思いますね。はい。今切った後ですね。まあ、ずっとね、これがね、背が高かったわけですけど、今ここで切ったわけですね。はい。で、こういう切り方を、まあ、ここの外枝を残してね、ここに枝がなかったらまた違うんですけど、ここを、まあ、ここで切ってね、そうすれば、ここ今切り口が大体、こんな感じになってるわけなんですね。はい。ちょっと見にくいかもしれませんけど、大体こんな感じになってるわけです。で、ここが、まあ、次第にね、カラスが巻いて、まあ、かさぶたのようなもんですね。そういう風になってきて、とにかくここをこんなところで残してしまうと枯れてしまうんで、だからこういう切り方をしてやると、まあ結構大変ですけどね。ノコギリで切らないといけないし大変なんですけど、こういうような感じで切ってやるっていうのがベストです。はい。はい。まずですね、こういう感じ、まあ枝が普通に、まあ木があったとしますね。はい。で、その時に、まあこれ前にも言ったことあるんですよね。この木を例えば切るんであれば、こういうところで切ってくださいよと。はい。こういうね、元のところから切ってくださいよと。はい。言ったことがあると思うんですよ。はい。まあ例えばこれならここだとかね。はい。まあ例えば一回ちょっと切ってみますね。こういうところで切るのが一番いいですよと。はい。こういう切り方をするのがいいですよと。はい。例えば、じゃあ、ここからここですね。はい。ここからここをちょっと行きますけど。例えば、ここからここまでの間でね。これを、こういう何もないところで、こういう感じですね。はい。こういう何もないところで切る。まあ、ちょっとこの枝がちょっと邪魔ですね。ごめんなさい。はい。ちょっと邪魔なとこ切っちゃいますけど。こういうね、例えばここからここまでの間ですね。こういう何もないところで切ってしまうと。はい。こういう切り方っていうのが良くないですよと。こんな風に残してね、ここで切ってしまう。で、これをやってしまうとどうなるかっていうと、ここ、まあ、この長さ、まあ、おそらくこれだけ残ってれば、枯れるんではなくて、ここから徒長枝が出ちゃうんですね。ビヨーンと長いのが強いのがビヨーンと出るんですよ。はい。で、これを、例えばこのぐらいのね、短さで、例えばこの辺りでこう切ってしまうと。まあ、例えばこんな感じでね。そうすると、これぐらいの長さだとおそらく、まあ、それ何とも言えないですよ。徒長枝が出るよりも、どっちかっていうと、ここは、おそらく、これだけ分が枯れてきます。はい。だから、例えばここでもそうですけど、ここで切ってやると。はい。ここで切ってやると。これが一番いいですね。
こういうのもそうですけど、ここで切ってやると。はい。はい。よろずやももチャンネルです。ですね、本日はですね、まあタイトル通りなんですけども、こういうとこで切ってしまうと、まあ枯れてしまいますよっていうことについて、今回は、動画の方を上げさせていただきました。で、まあ、私たちはですね、毎日のように、いろんなお宅に行ってですね、まあ、いろんな木を切らせていただくわけなんですけれども、で、行った先々のお宅でね、まあ、実際の話、まあ、やっぱりすべてをね、私たちのような庭師さんに依頼するんじゃなくて、まあ、自分でやっぱりこうやられた跡っていうのがあるわけなんですよ。そこのお家の方が、まあ、自分でとりあえず切ってみようっていうふうで切られた跡っていうのがやっぱり見えるわけなんですよね。はい。で、そういう跡があるんで、で、そういうところをね、まあ、見ると、まあ、ちょっとね、ここはで切るのはちょっとあまりよろしくないですよっていうところがやっぱり結構あるわけなんですよ。で、まあ、これはね、わからないんで、これは仕方ないことだと思うんですよ。自分たちみたいな、こういうね、お金をいただいて、まあ、木を切らせていただくっていう風な人がね、そういう切り方をやっぱり枯れてしまうようなところで切ってるっていうのは、これはまあ、全然ダメだと思うんですけれども、まあ、普通の一般の方がね、木を切るにあたって、どこで切っていいのかなって、やっぱり分からなくって、まあ、ちょっと違うところで切ってしまうっていうのは、これはもう、本当に全然恥ずかしいことではなくて、まあ、仕方のないことだと思うんですよ。で、まあ、結構ね、そういうお宅に、お宅というか、そういうのをね、結構な頻度で、たくさん見かけるんでね、まあ、やっぱり分からないだろうなということで、まあ、今回こういうような動画を撮らせていただいたわけなんです。はい。で、そもそも木というのは、まあ、地面からですね、地面から当然こう植わってるわけなんですけども、で、水だとか、まあ、いろんなその養分っていうのをこう吸い上げてるわけなんですね。で、この水、まあ、要するに地面からね、水を要するに吸い上げてる、まあ、のは何が吸い上げてるのかっていう、木自体がもちろん吸い上げるんですけども、葉っぱが、要するにいろんな葉っぱが、要するにその水だとか養分っていうのを吸い上げてるわけなんですよ。はい。その葉っぱが全然なければ吸い上げないんですよね、木だけでは。はい。で、その葉っぱがあるから吸い上げてくれて、で、その要するにその蒸散っていうんですけども、葉っぱから要するに、まあ、またそういう水分を飛ばしていくわけなんですよ。そういうふうな光合成をしているわけなんですね、木っていうのは。だからそもそも葉っぱがもう、この例えばこう木があってね、木があるとするじゃないですか、木があってこの辺に葉っぱがあってね、で、葉っぱのないところ、例えばこういうところで切ってしまえば、まあ、基本的には枯れてくるんですよ。ただこれが全ての木にそれが当てはまるかっていうと、そうではなくて、まあ、自分たちはね、こう剪定だけじゃなくて伐採だとかもやるわけなんですよ。で、そういう伐採をやってる時に、もう地面のね、地面の、まあ、例えばここは地面だとしてね、地面の、まあ、要するにこう木が立ってて、で、ここのスレスレのところでね、もうこれ地際って言うんですけど、このスレスレのところで、この地際でチェーンソーでガツンと切ってしまう。はい。それでもそこから、その切り株のところから芽が出てきてしまうって、これは結構あります。はい。だから全ての木が葉っぱがなくなったから全部枯れちゃうかって言ったら、そんなことは絶対ないんですね。それでも枯れずにそのまま生きて生命力の強い木っていうのもあるわけなんですよ。はい。でも基本的にはその木というのは、葉っぱが今も言いましたけど、水分だ、養分だとか、水だとか、そういうのを吸い上げてるわけですから、その葉っぱをなくしてしまうっていうね、そういうところで切ってしまえば、基本的には枯れてしまいます。はい。そういう木の方が多いです。だから木を切るときもね、どこで切るのかっていうのは、まあ、この動画の中でもやりましたけど、何度もこの動画の中でも今回言いましたけど、こういうところで切ってくださいと、こういうところでは切らないで、こういう切り方をするといいですよっていうのを今回動画を上げたわけなんですけども、まあ、そういったものをね、ちょっと気をつけていただいて、まあ、切っていただけるといいんではないかなと思うんです。はい。で、よくありがちなのが、今ね、
ここ何日間か、まあ季節的なことなんですけど、この時期になると梅の剪定って結構やるんですよ。で、梅の剪定に今何日間か行ってるんですけれども、あのね、まあこれね、そこのお家じゃな、お家の人じゃなくってね、まあたまたま今回会ったのが夏にね、庭師さんに来てもらって、まあその庭師さんどういう人なのか全然わからないですけど、夏にとにかく庭師さんに来てもらって、まあある程度ちょっと空いてもらったと。まあ夏、一般的に言うと夏剪定って言うんですけど、はい。で、このね、庭師さんがやった後っていうのも、これね、こんなこと言うと、まあちょっと敵を増やしたんですけどね、結構枯れてることって多いんですよ。特にこの今言ってたこの梅の木に関しては特にそうなんですけど、なぜかというとですね、撫でたらいいのかな、こう基本的に庭師さんのやることっていうのは揃えたがるんですよね、木の高さ。まあ例えばこんな風に、例えば枝が出てるとするじゃないですか。そうしたら長い枝もあれば短い枝もあるわけなんですよ。だけどみんな揃えようとするんですよ、ここを、この高さを、こういう枝立ち上がってるこういうのとこう、こういう感じ、梅の木なんか特にそうです、こういう風にしたがるんですよね。で、デコボコしてるとみっともないからってことで、こういう風なところでみんな揃えるんですよ、はい。そうするとね、葉っぱがついてるうちはね、今言って夏の頃って葉っぱがついてますから、それ隠れてるわけなんですよ。ですぐにそこが枯れてくるってことはないんですよ。だけどもう葉っぱが落ちてね、今の時期になって、この今12月なんですけど、12月になって、ああここやったんだなってことは、まあ見たらわかるわけなんですけども、そういうところなんか結構な頻度で枯れてますね、はい。だからさっきの話じゃないですけど、お家の方がこの剪定とかをねやったことがないという方が、そういう知識がなくってね、こういうところで切ってしまって、まあ、そこが原因で枯れてきてしまったっていう、これはしょうがないと思ってるんです。でも、まあ、さっきも言いましたけど、この庭師さんでね、こういう仕事をもう長年も、まあ、長年かどうか分かんないですけどやってて、まあ、ある程度の知識を持ってるのに、なんでこんな切り方をするのっていうね、そういう切り方をする方もやっぱりいます、はい。だから庭師さんがやってることが必ずしも正しいっていうわけではないんですよ、本当のこと言うと。だから自分たちも恥ずかしくない仕事をね、お金をいただいて恥ずかしくない、ずっとね、今からここのお宅に、そこのお宅がね、例えば5年も7年も10年もずっとやらせていただけるならいいんですけど、もしかして気に入られなかったらね、次の年になったら違う別の業者に変えられちゃう可能性だって当然あるんですよ。で、その時に他の例えば庭師さんがそこのお宅に入ってね、例えば自分がやった木の跡を見てね、なんだこいつってやっぱり思われるのもやっぱり尺じゃないですか。だからやっぱりね、恥ずかしくない仕事っていうのをしないといけないと常にもちろん心がけてるんですよね、はい。木の切り方っていうのは前も言いましたけどそれはもう10人十色の切り方っていうのがあるんですよ、はい。だからそのなんでこの枝を残してるのかとかね、そういうことについては別にどう思われて別に どうでもいいんですよ。ただ自分がやっぱりやったところをこんなところでなんで切ったのっていうね、うん、やっぱりそういう風な低次元なことでバカにされたくはないんですよ、はい。だからそういうことにお金をもらってやっぱりやってるわけですから、そういうようなただ揃えればいい、その場だけそういう風に過ごせばいいっていう、そういうことはやっぱりこれはダメだなって自分は思ってますんで、そういうことに気をつけながらもちろんやってます。だから今言った一般家庭のお家の方がね、その剪定だとかそういった知識がない、はい、知識がないからそういうことをしてしまった、これは何にも恥ずかしくないんで、一つ一個勉強していただいて、で今後に生かしていけばそれはそれで全然いいと思うんですね、はい。だから自分もやっぱりそういうことが一番、本当にいつも言いますけど、その小僧の駆け出しの頃ですね、そんなことなんか何にも分かりませんので、なんでこんなとこここで切ると枯れちゃうのかなんか、そんなことなんか分からないんですよ、はい。だけどやっぱり経験して、また次の年に行ってみて、あ、ここ俺切ったよなっていう感じで見て、あれっていう風な感じなんですよね。そういうことを経験してやっぱり今があって、今も常に勉強してるわけなんですよ、はい。だから
まあ、いろ 今なんか便利な時代でね、こういった YouTube だとかでもいろんな方がやっぱりこういうところで切ると枯れちゃうよっていうような同じような動画出してます。うちだけじゃなくってね。だからそういうのでいくらでもこう勉強できるんで、まあ、本当に今なんかすごくいい時代だなと思うんですけれども、まあ、そういうことをね、うちのやつは特に見てもらいたいんですけどね。ただ自分うちのやつだけじゃなくてね、いろんな方のそういうのを見て勉強されて、あのお家でそういうふうに役立てていただけるといいと思います。はい。で、前も言いましたけど、それでもねやっぱりね思うようにいかないんですよ。はい。そういう時はまあ、例えば今ね、こう今見て、私愛知県なんですよ。愛知県なんですけど、今北海道の方がこれを見てね、北海道まで今日じゃあやりに来てくださいって言われても、それお金出してくれたら行きますよ。行きますけど、その現実的なそんなものはないじゃないですか。だからどうしても自分でやれなかったら、やっぱりそういう庭師さんだとかをね依頼してお仕事を頼んで、でそこでまた自分で勉強してっていう、そういうふうにちょっとずつね上手になっていっていったらいいんじゃないかなと思います。はい。まあ、今後もね、あの少しずつですけど、あのちょっとでも役に立つようなことをやっていきたいなと思ってます。はい。自分がやっぱり知りたいこと、はい、で皆さんがやっぱり知りたいことってどんなことなんだろうって、やっぱり常にやっぱりそういうことを考えながら自分も動画を作っていこうと思いますんで、今後ともよろしくお願いします。はい。では